ございます。動画投稿としては珍しく晴れ、今日は農作業の一端を紹介したいと思います。9月の5日6日ぐらいに定食した白菜が今日が21なんで約2週間ちょっとでここまで大きくなってます。今日は除草作業も兼ねてこの白菜と白菜の間の株間を中耕していく作業をちょっと紹介してみたいと思います。今株と株の間に振ってるのは肥料じゃなくてカルシウム、畑のカルシウムっていうもんなんですけど、去年白菜作って水不足が一番の原因なんですけど、11月去年全然雨降らなくて水不足が一番の原因なんですけど、カルシウム欠乏もそこに要因があったんで、ちょっと念のためちょっとカルシウムをこう余分に入れとこうかっていうことで、畑のカルシウムっていう、ものを単あたり2袋、この面積で大体2袋入れてます。作業機を持ってのスマホを持って片手でやるのはちょっと無理だったんで、機械を置いてこういう感じで土寄せしました。この中はまたもうちょっと草が生えて、もう2週間3週間してから今度肥料も入れてからの中耕で、今度こっちとこっちへ土を寄せる感じでやってみようと思います。とりあえずこんだけ土返したら根元に空気が入るのと、空気入るからええかなと思ってやってみました。